実況の西岡明彦です。今日はよろしくお願いします。ボールを運びゴールに襲いかかります。さあどうだ、中には入れさせない。クロスが上がりましたが結局相手のボールになりました。いいですね、ボールを奪おう。ここはクリアしたい。ボールを奪おうとします。カバー、今のパスで完全に崩しました。シュートはブロック。ボールを奪おうとします。ディフェンスがシュートをブロック。副審の旗が上がりました。ブラッドリー、デコバ仕掛けてきました。これはパスミスになった。これは止めました。ヘディングシュート、ボールを取りに行った。周りを確認したい。合わせてくるか。シュッ、ゴールゲット。カッバー激しくぶつかっています。ここでシュート、チャンスに見えましたがオフサイドの判定です。いい形ができつつある。クロスきた、止めた。ボールが転がる。相手に渡ります。危険な位置です。緊張感が振り抜いた、ライン際でボールを奪いました。折り返した、頭、うわー、ボールはカット。いい形を作りつつあります。カイト、現在ボールをキープしているのはメルボルン。やっと入る、ゴー、試合は振り出しです。レコバ、カッバ、パス通りました。顔を上げたい。素晴らしいコンビネーション、シュートを打つしかない。また彼です。シュートはキーパー、ボールをしっかりキャッチ。この試合はまだまだ分かりません。ボールを運びゴールに襲いかかります。どうだ、ゴールだ、決まった。クリアでしたがさらに拾われます。上がった、なんとかクリア。ディフェンスは冷静にボールを大きくクリアします。試合終了となりました。90分の戦いが終わりました。こんにちは、皆様お待ちかねのこの時間がやってきました。今日この試合の実況は私西岡、そしてさあ周りを見たい。ボールダッシュを狙います。モリエンテス、デコバ、カッバ、ボールを奪おうとします。いいパスだ、入るか、ゴール。中村、彼は最高の中盤ですね。試合を支配するタイプの選手ですよ。カイト、このボールはどちらが取るか。パスコースに打ってきた、入った。ここを起点にできるか。シュートはブロック。クリアですがここは味方につながりません。スライディングを仕掛けてきました。嫌なところに、オフサイドの判定です。できるでしょうか。
ここはボールを奪いに行きます。奪われたボールを取り返しました。いい形を作りつつあります。狙いたい。思い切りよく飛び出して見事にセーブ。ヘッド前方に運びました。ヘッドできた。ゴールゴールゴール。モリエンテス。サイドをえぐって中を見る。カッバ。振り抜いた。ゴールゲット。審判の笛が鳴り、この瞬間ゲームが終了となりました。どうも実況の西岡明彦です。今日はよろしくお願いします。モリエンテス、シンクレア、決定的、打てる、跳ね返る、ヘッドで合わせてきた。幸いはどうでしょう。ジェラード、周りを確認したい。このパスは通さない。シュートはディフェンスがブロック。クリアできるか。前に押し出します。カッバ、カイト、よく見えています。いいパスだ。マークを外した。何でもないように抜きました。カイト、さあ折り返した。決めに来た。ゴールゲット。このボールは重要です。カッバ、これは決定的になる。若干横にそれました。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。さあゴールの方向を向きたい。決定的なパス、完璧なタイミング。これはパスミスになった。サイドへ展開、クロスきた。頭で合わせ、ヘッドでのシュートはカットします。やはりこの位置ですとオイストレとは通りません。見事なパス、キーパー反応した。ヘッドだ。ここで大きく前に出します。クリアですが、ここは味方につながりません。振り抜いた、来た、ゴール決まった。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。カッバ、さあボールを取りに行った。モリエンテス、シュートだ、しっかりキャッチ。ジェラード、いいパスつながった。シュートに行けるか。しっかりついてクロスをブロック、打った。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ボールを奪い返しましたね。ここで試合が終了となりました。勝利は当然の結果と見てよろしいでしょうか。岡田さん、今日の西岡明彦です。よろしくお願いします。岡田さん、ここまではいかがでしょうか。はい、珍しくディフェンシブな部分が目立つ展開になっていますよね。予想では少し有利なようですが、もちろん試合は始まってみないと分かりません。決まった。カッバ、カイト、さあ上げたい、上がった、ドン、ボールがこぼれました。今度はしっかりと収めます。当てています。さあゴールの方向を向きたい。これで決まりだ。ヘッドできた。ゴール。同点弾が決まった。正確なフリーキックを蹴ってきます。気は抜けない展開です。スローインです。合わせてくる、ルーズ、ゴール決まりました。
かけてきました。カバ、カイト、これは来た。前に出しましたが気を抜けません。ダーニング、パス通りました。顔を上げたい。ディフェンスに当たる。決まった。同点ゴールです。フリーキックは素晴らしいですね。入りそうな予感がしましたよ。なりますか。いい形ができつつある。カッバ、モリエンテス、カイト、クリアできるか。シュートを打つしか。ゴールだ。試合を動かす一撃が決まった。このチャレンジは失敗。頭でのシュート、ダーニング通った。いい形になる。カットされます。なんとかボールをクリアしました。カイト、いい形を作りつつあります。打った、ゴール、ゲット。ダーニング、もう前しか見えない。ここはキーパーに任せます。スコアは4対2。試合終了のホイッスルが吹かれました。今日のゲームはいかがでしたか、岡田さん。